サンフランチェスコ・アル・プラートの復活は、イタリアのルネサンス期の画家、ピエトロ・ペルジーノによる1499年頃の絵画である、ローマのバチカン美術館に所蔵されている。作品は、ペルジーノの芸術の典型的な形式に則っ,っている。復活したイエスは、天使の間にある上部のマンドルラの中に描かれている。画面下の部分は、背景となっている風景の中に、 開いた石棺と数人の古代ローマの兵士を表している。同様の形式に則っ,っている別の例として、ペルージャのコレージオデルカンビオにある同時代のキリストの変容がある。復活の象徴である旗を掲げたキリストの姿はペルジーノの成熟期の典型的な調和と入和さを備えており、細やかに描写のされた胸部と深い膝のある明るい色彩の布地が目を引く。 キリストの両脇の二人の天使は、左右対称で画家とその工房により描かれたボローニャにある、聖人といる栄光の聖母など、他の作品と同じ死体を元にしている。石棺の蓋は、幾何学的な遠近法に則っ,って、正しく描かれている。兵士たちはまた、兜の空想的な紋章などが注意深く詳細に描かれており、 そうした兵士の描写はコレージオ・デル・カンビオのフレスコ画にも見られる。絵画の名称は本来置かれていたペルージャのサンフランチェスコ・アル・プラート教会に由来している。1499年に着手され1501年頃に仕上げられたと考えられている。フランスのナポレオンによるイタリア侵攻後の芸術作品略奪の最中に本作はパリに運ばれた。 1815年にイタリアに返還され、イコーバチカン美術館の絵画館に展示されている。美術師屋のジョバンニバッティスタ・カバルカセッテによれば、当時ペルジーノの助手だったラファエロは、本作の制作において主要な役割を果たした。ただし、この見解は他の大半の美術師屋によって一般的に否定されている。ありがとうございます。